はい、皆さん、こんにちは。今日もアクアティコやっていきたいと思います。前回ですね、こちらですね、贅沢品の方を作るということで、サンゴを養殖して、ジュエリーに変換しています。ただ、個数がですね、全然足りていません。サンゴの養殖場1個だけでは足りず、2つ作ったんですが、それでも足りないので、3つ目のサンゴ養殖場を作っています。まあ、この3つ全部で回収された時に、これが、贅沢品が足りるかどうかというのはまだ見ていませんので、まあ、こちら1回試してこれでも生産が追いつかないようであればサンゴをもう1個増やしていきましょう。さあ、そして探索機の方は電池が切れてしまってるのか。電池と食べ物、しまった、食べ物入れるの忘れましたが、まあ、こちら補充していきましょう。さあ、それとですね、人数の方が現在35人ということですね。こちらの救助センターの方を作ったら、まあ、時間はちょっとかかりますが、定期的に生存者の方をコロニーの中に入れてくれますので、なんとか働き手できて次に進むことができました。はい、ということで今日はその続きですね。人数は今2つあるうちの1つしか稼働していません。救助センターでいきなりですね、人数をドーンと増やしてしまうと、ひょっとしたら食料とか足りないかもしれませんので、ちょっとずつ、増やしていこうと思います。研究の方が終わりましたね。だいたい今どれぐらいだろう、真ん中を超えたぐらいですね。研究終わっています。ちょっとお金がないのでできませんが、ファーストフード店かパブ、どちらかをちょっと今後研究していきたいと思っています。どうだろう、食料の方4000もあるので、まあ足りないことはないのかな。大体ムール貝、そして小魚、サメ。サメはまだ在庫あるな。でも生産数より消費量の方が多いですね。ナマコ、マグロ、問題なし。あと小麦も取れるようになってますので、問題なくいけると思います。あとは、なんだろう。米、かぼちゃ、じゃがいもあたりは作っていませんので、まあ、こちらですね。あ、これじゃないや。これはホタテなので、ここですね。水中温室の方で、できたら他の植物も作って、少し種類増やしておきたいなと思っています。さあ、それでは最初の初期マップなんですけど、拠点を建てた付近はほぼ埋まってしまったので、ここからは徐々にですね、北の方に伸ばしていきます。まずはインフラがちゃんと行けるようにしていかないといけませんね。どうしようかな。一旦これ繋いでしまおうかな。ここで一旦、まあお金がかかるんであんまり繋がなくてもいいんですけど、まあ一応繋いで切れたりしても大丈夫なようにしていきましょう。で、ここから、ちょっと地位で何があるかを見ながら決めていきましょうか。結構鉱石とかは取れますね。幅とかもちょっとわかりませんので、まあ、ここから伸ばしていって、少し北側の方に、拠点を移動していく形でいきたいと思います。まあ、お金もちょっとまだありませんので、少し時間がかかるかもしれません。3つ目のですね、サンゴの方が回収され始めましたね。ただ、ジュエリーの方はちょっと足りていない感じです。まあ、3つの畑から、サンゴが同時に出荷されるわけではないので、まあ、どれぐらい正確に足りないかはわかりませんが、まあ、3つ稼働して足りないことは確かですね。はい、ということで、北側の方にどんどん伸ばして、もう少しサンゴを取って、で、ジュエリーの方作っていきましょうか。まずは、そうだ、サメの範囲をちょっと決めないといけませんね。サメの、防衛がここまでは、もう早速サメ来ますが、入ってますので、ここの近くにまず1個作って、ちょっと重複してしまいますが、1個作っておこうと思います。まあ、重なったところはそれだけ早く、サメを撃退できるということなので、これはあってもいいと思っています。とりあえずここに1個立てておきましょうか。インフラの方も作っておきましょう。
お金の方もちょっと相談なんですが、まあ、ここを緑色の土地が超えてる場所がありますので、ここにですね、養殖場の方をたくさん作っていきましょう。どれぐらいの大きさまで作れるかな。ここより3マス上あたりで作っていけば、まあ問題はない状態ですね。ここに一つ。本当はここを揃えて作りたいところですね。まあ、ただちょっと作れないので、反対側に向くような感じで行きましょうか。ちょっとずれてるな。ここから少しパイプを通す感じで行けるように。打って二つ目の方を作っておきましょう。さあ、これで少し様子を見ていって、もしこれでもサンゴの方足りないようであれば、また考えたいと思います。さあ、サメさんはどこまでいる？あ、ちょっと、あ、こっち側から来たのか。いつもと思ってる場所と違いますね。ギリギリ入るか入らないかの場所なので、どうだろう。もし攻めてきた場合はちょっと危ないかもしれないな。さあ、どうでしょうかね。もう泳いでいつでも行けるぞ、的な感じで準備はしていますので、これが逃げるか来るかですね。さあ、どっちだ？人口が一人増えました。ちょっと一旦止めて、探索隊もついたみたいなので、調査を開始してみましょう。さあ、サメが280もらえましたよということですね。まあ、サメばっかり入ってもどうしようもないんですが、まあ、とりあえず、探索か。いや、このまま行きましょうか。せっかくですので。今、どうせバッテリーも充電しますので、このまま行きましょう。では、サメの動向を、観察、あ、逃げていきましたね。ということで大丈夫と。あとサメによる被害はなかったですね。では引き続きここですね。あったあった。ここ、サンゴを作る養殖の方を見ていきましょう。さあ、牡蠣250は上げても大丈夫だったかな。牡蠣779ありますので大丈夫ですね。さあ、最適化はしていく。そして広げていきましょう。工具とかは結構使いますね。プラスチック工具、石ですね。使いますので気をつけないといけない。さあ、ここではまずサンゴですね。サンゴ作っていきましょう。あと、ついでに倉庫も建てていきましょうか。どこに建てるかな。入れるのが縦しかない感じかな。縦しかないので、縦に入れていきましょう。よしよし。これでサンゴを育てる場所が4つ。全然ジュエリー足りない感じなんですかね。早めに研究でパブとかできれば、ひょっとしたら小麦からビールが作れれば、問題なく、ティア1の方のジュエリーはいけるかと思います。よし、ここもとりあえずサンゴでいいかな。サンゴ作っておきましょう。71% なんでね、ここちょっと弱いですが、まあ、仕方ありません。さあ、こちらパブの方の研究が終わりましたね。クレジット150、電気90、小麦が70、ガラス60、そしてですね、酸素50使って、ビールの方を生産できるみたいですね。あ、やばいな、これどうしよう。くっついてしまって、立てても大丈夫なのかな。少し余裕があった方がいいと思いますので、ここに立てましょうか。ちょっと学校の前にパブっていうのはどうかと思うんですけど、ちょっとだけずらしてあげようかな。でもエリア的には一緒ですね。よし、これを立てていきましょう。パブができれば、おそらく小麦はそこそこ、あ、小麦もでも消費しちゃってるのか。なるほど。食べてたんですね。まあ、いいか。これを消費してお酒を作れば少しですね、贅沢品の方が増えるのではないかと思っています。よし、研究の方もしていきましょうか。パブの方からコンクリートを作るか、温室を作るかをちょっと悩みますね。まあ、温室を作るなら下の方からちょっと税金の方も、合わせて取っていかないといけないんですよね。ということで、まあ、こちらコンクリートを先に作りたいと思います。特に何か特別なことはしていませんが、一気にですね、ちょっとやっぱ人数増えすぎたのかな。一気に建物の中の人の家具や衣類が全然足りなくなってきました。人をこれ以上ちょっと増やすのは一
旦止めたいと思います。まあ、ドローンの方も足りてないわけではないと思うんですが、15いますね、フリードローン。そしてワーカーの方も10人いますので、今のところは問題がないんですが、まあ、家は足りないのは作ってよしとして、家具、そして小物、インテリアの小物が不足し始めましたね。衣類もちょっと怪しくなってきましたので、生産拡大と人員の増強をしておきましょう。ここ結構入れておけば、衣類に関しては問題ないのかなと思いますね。うわ、電力が今度なくなった。電力がないということですね。ここはフリーワーカーとかが足りないから、階層とかがないよと言っています。電力もちょっと確保していきましょうか。ちょっと困ったな。電力を確保するまで何かを止めておきましょうか。酸素止めたらやばいかな。これはなんだ、工具もちょっと止めづらい。ガラスか水晶ですね。こっちをちょっと止めておきましょうか。あ、これ止めても別に、あれか、電気そこまでないんですね。あ、電気を食うものを止めないといけないのか。電子部品、こちらをちょっと止めておきましょう。で、電気製品、電気のソーラープラントですね。こちらを空いてるところにちょこちょこ立てていきましょうか。うん、こういう間とかに入れていけば大丈夫だと思います。よし。この1個じゃまた足りなくなる可能性もありますからね。ここギリギリですが入りますので、ここにも立てておきましょうか。あとはインフラのパイプつないでおけば問題なくいけると思います。ここと、もう一個ここですね。よいしょ、伸ばしておきましょう。さあ、これで一応電力が回復するまで待ちましょうか。電気の方は戻ったんですけど、今度ですね、食料関係も怪しくなってきましたね。多様性が必要とかなってきましたので、もう少し何か作らないと。いけないですね。あとはこちら家具はまあ後からできるで問題はないと思いますが、食料の方をなんとかしていきましょうか。あとは何だろう、ケージ、マグロとかサメはどうなんだろう。マグロの方が109か、ケージで作っても良さそうな気もするな。まあ、あとは釣り堀とかも作って少し抑える感じでいいですかね。どうしよう。左の方はちょっとまだ使う可能性があるな。ということで、少し釣りを伸ばして、この近くにサメですね。サメハンターロッジを置いておく形にしようかな。これぐらい間開けておきましょうかね。で、インフラがまあ必要かどうかは怪しいですが、ここを通していく感じで張っておきましょう。どうしようかな。こうギリギリでいいですかね。はい、これで一応つないでおけば、サメハンターロッジの方にも、まあ、しっかり届いてるので問題はないと思います。これ、海賊が出現ってなってるな。ついにコロニーに海賊来ましたね。一応前回はまだ出来上がってなかったんですが、今回は撃退の装置がついていますので、まあ、そのうち射程に入ったら攻撃してくれるのかな。飛んできてますね。速度を抑えましょうか。ちょっと見づらいな。消してここ見ていくと、海賊の船に攻撃。海賊の船もなんかミサイルっぽいの撃ってきたな。マジか。やばいな。魚雷がありませんので、これ、どうなんだろう。抑えられると、もう何もできないのかな。そうだ。修理。修理をすれば、いけるかな。まだ、撃ってますね。あと10。さあ、もう一発ぐらい撃てる？もう一発撃てないかな。さあ、魚雷が早めに作りたいところですね。まだ、これどうなんだろう、倒した感じかどうかわかりませんが、倒したのかな。さあ、まあ、海賊の方も逃げていきましたので、これでいいでしょう。では、あとは食料の方の確保ですね。していくのと同時に、やっぱサンゴ4つでもちょっと厳しいので、もう少し小麦が作れるような、
仕組みを作って、ね、ビールの方を作りましょう。いろいろなものが足りなくなってきましたね。ドローンも足りない。まあ、ドローン今、フリーが6機いるんですけど、これでも足りないって言われてますね。まあ、ティア1の贅沢品は前からずっと変わらず足りません。そして食料の方はちょっと改善されたかな。現在ここでですね、じゃがいもを作って上では、米を作ろうと思っていますが、ちょっと酸素が足りなかったので入れていません。まあ、今、こう酸素出来上がるので、これでいけば大丈夫かな。さあ、コンクリートがないのでアップできませんが、酸素量アップ。で、これで米が作れるようになりましたね。よし、これで種類的にはそこそこ増えたのと、食料の数自体もかなり増えたので、うん、食料不足という感じではな、なんか問題になったりはしないと思います。代わりにですね、種類が足りないと言われることはあるかもしれないですね。うん、なかなか難しいところです。このバランスをとっていかないといけませんからね。さあ、ということで人口の方は44人で、まあ、ずっと止めていますが、他の生産物とかがだんだん追いつかなくなってきてますので、バランスを取りながら早め早めに作っていく必要がありそうです。衣類の、あ、なんかもらえた。巻き以外もらっとこう。衣類の方は、こちらは3件製作のところ建ててるので、まあ問題ないですね。家具も2件、インテリア小物は1件だけなので、2件ずつはどこも必要っぽい感じですね。ということで、インテリア関係も少し作っておきましょうか。どれだ？さあ、どこかわかります。あ、ありましたね。これを建てておきましょう。家具工場の近くに建てておくと、ボーナスがあるんだったっけな。ということで、ここに建てておきましょうか。あとはパイプラインつないでおきましょう。やばい。入るかな？入らない可能性があるな。ということで、ここは伸ばせませんので、上からもう伸ばしていくしかないですね。そしては、こう繋いでおきましょう。どうだ？繋がってない。なんか変な風な形に なりましたね。よいしょ、これで OK。さあ、これでインテリア家具の方もしっかりと出来上がるので、問題はないと思います。基本的な物質に関しては大丈夫と。食料も結構大丈夫になってきましたね。ロブスターとティア2の方は1種類でいいんですが、ロブスターと柿でなんとかなってるので大丈夫でしょう。いや、基本のものは今、インテリアができない限りは、この足りないぞマークがいっぱい出ると思います。あ、そうなんだ。ビールの生産も入ってますが、現在2種類必要ということで、ビールの生産が追いついていないと。いうことか。なかなか難しいですね。あ、いろいろなところにですね、生産物作りました。まず海藻を2つ作ったのと、あ、ここは、サンゴとかを作ってる場所ですね。で、じゃがいも、これが米で、こっち側の方にも、なんだ、ムール貝、そして小麦を作る生産施設を作りました。これですね、一応食料の方の多様性はクリアできているので、これがちょっとどれぐらい安定するか分かりませんが、大丈夫になりました。贅沢品の方に関しては、本当もうどうすることもできないぐらい不足していますね。まあ、ビール作るための小麦がまず足りないというのがあるので、小麦は今増産しているので、こちら2つ目の小麦畑、ちょっと 89% ですが、これがどれぐらい活かしていけるのかが、今後注目していかなければいけません。基本的な物質に関しては、まあ、インテリア小物が若干足りないかなとは思いますが、まあ、大体、抑えられるようになってきましたね。はい、ということで、まだまだちょっと安定までは怪しいですが、今日はこれぐらいにして、また次回ですね、この続きやっていこうと思います。それでは皆様、ありがとうございました。